9、上海道上海道は、江戸時代に中仙道と名古屋城下を結んだ脇王冠。基礎街道、名古屋王冠とも呼ばれていた。江戸時代に、尾張藩が独自に作った街道で、名古屋城下の東片端から中仙道の伏見宿までを結んでいた。総距離は、十里八丁。途中三つの宿場町があった。名古屋から楽天追い分けまでは、稲城街道とルートが重複している。 軍事的な事情から大きな川に橋がない、マス型が多い二軒幅であるなど、五街道に準じた道の作りになっている。現在の国道41号や名鉄小牧線、名鉄広見線に相当する。上街道の名称は当時同じように中山道と名古屋城下を結んでいた、下街道との対比によるものである。基礎街道の名称は中山道が 基礎地方に通じていたことから名付けられた。これらの他に、小牧塾を通ることから、小牧街道、小牧塾に、尾張徳川家の別荘があり、藩主の往来があったことから、御殿様街道とも呼ばれていた。また、楽電追い分けまでは、稲城街道と呼ばれることの方が多く、稲城街道が名古屋と犬山を結ぶことから、名古屋王冠、犬山街道とも呼ばれた。ありがとうございます。